はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回もね、中華発送物が一つ届きましたんでご紹介いたしますね。こんな感じでね、緩衝材の中にプチプチにくるまれた品物がね入ってました。これはキーボードが光る無線キーボードになります。アリエクスプレスから送られてきて、送料込みの813円になります。26日目でね到着いたしました。内容物は充電用の USB ケーブル、それと本体ですね。裏を開けると充電池とレシーバーが入ってます。充電池は BL-5C1020mAh 3.7V 3.8Wh がね1個付属してます。本体の大きさはここからここまでが 146.8mm、 ここからここまでが 97.5mm、 厚みが 19mm、 重さが 110g。 ここにねスイッチがついてますね。それと充電ケーブルはここに差し込みます。ここのメインスイッチをオフの状態で USB 電源アダプターに接続します。ここの LED ランプが点灯します。充電完了するとこの赤 LED が消えるみたいですね。一応説明書らしきものはこの1枚だけになります。キーボードの LED を点灯させるにはまずねメインスイッチをオンにいたします。次にこのファンクションとこの青のね太陽マークみたいなやつを押しますね。そうするとねこういう形で色が変わっていきます。次にね7色の色を変化させるにはこのタッチパッドをこう左からね順番にこうスクロールしていくとねこういう形でね色が変わっていきます。キーボードの点灯は何もね操作しないと 7,8 秒で自然にねパワーオフになります。どこかのねスイッチをね一箇所でもこう触るとね LED の点灯は復旧するみたいですね。キーボードの対応自体は Xbox とかタブレットとかね、あとモバイルフォン、 Android のテレビボックスとかね、まあいろいろこう対応できるとは書かれてますね。タブレットへのね接続にはこの OTG ケーブルがね付属されてませんので別途必要になります。この OTG ケーブルにレシーバーを差し込んで接続すると自然とねつながるようになります。設定はね何もしなくて OK でしたね。とりあえずこれはFire 8 HD になります。タブレットはねこれで YouTube なんかを起動させますね。検索画面なんかをこう表示してここでねちゃんとこう打ち込めますのでね、ちゃんとねタッチパッドでこのスクロールもできますしね、あとこのこういう形でねマウスの左ボタン、こういうのもちゃんと使えますね。スイッチのね感触も悪くないんでね、結構値段の割にはねいいもんじゃないかなと思いますね。本日は以上になります。ありがとうございました。失礼します。